4号線はここで、右に曲がるんだけど、自分の道の駅はもうちょっと走ってから八幡平に行く方の道、ずっと行ったら弘前の方行く道ですね。あの、ただ自分はまた再び4号線に戻ります。明日か明後日か。万体、それをさらにいくと数の市でいいのかな、だいぶ遠いけど角角って書く、鹿角か、なんか、こっち側より岩手より秋田の方がなんか熊が多いイメージがありますね。マタギの世界だとか言って。八幡平市まで16キロ。鹿角市は遠い、82。まあ、自分はそっち行かないけど。なんか見つけづらくなったなって感じます。はい。